宙に浮いているようだ。これはまるで話に聞いた魔界のようだわ。何この圧迫感、押しつぶされそう。俺もや。それにさっきから聞こえてる音はなんなんや。おじいちゃん、怖いよ。カリ、そばを離れるんじゃないぞ。なんだ、何か近づいてくる。いけない、みんな伏せて。邪神テラーホーク、こんな化け物相手に勝ち目なんかあらへんがな。だがこれを倒さねば、いやせめて魔界へ追いやらねば我々は終わりだ。だったらやっつけるまでよ。
倒したのか、あの化け物を。そうらしい。だが、何も変わらないようだ。私たち、この空間に取り残されてしまったの？どうやらそのようね。おじいちゃん。大丈夫だ、カリン。だから、おじいちゃんのそばから離れないようにな。うん。ラルフ、私たち、ここで朽ち果てていくの。誰にも知られることなく。俺がそばにおる。だからしっかりするんや。そうね。ごめんなさい。いや、大丈夫。レオン。カイザーは。そう。終わったのね。はあ、すべて終わった。そして、僕たちも。まだ、諦めるな。兄さん、開かれた扉は同じ鍵でもう一度閉じることができる。だが今の俺では力が足りない。力を貸して、カイザー兄さん。リア、私、あなたに会えてよかった。血のつながったお兄さんに。僕もだよ。まさか僕に妹がいたなんて。共魔族も関係なく、みんな一緒に暮らせたら、ずっとそう夢見てた。私、レオン兄さんが好き。みんなが好き。だから、生き残ってほしいの。何を言ってるの？まさか。ありがとう。さよなら。リア！ダメだ、リア！